はい、こんにちは。k t です。2023年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。では早速ですけど、今年最初の動画、こちらの画面見てもらって、こちらのソフトは、去年の2022年12月15日に新発売された t m p e g Inc. オーサリングワークス7最新のオーサリングソフトになります。今回は初心者向けに、 このソフトについて簡単に概要を解説していきます。はい、こちらの画面ですね。ペガスの公式サイトになります。こちら t m p g ン n オーサリングワ i クス7のページ。この画面ですね。下に下げていきます。そうするとですね、新機能等についてですね、いろいろ書いてあります。今回、その中からですね、この画面ずっと下げていって、はい、ここですね。今回の 一番目玉となる最新かつ多彩な入力フォーマットに対応。これについて概要を解説していきます。はい、この画面ですね。上から見ていきます。今回新しく対応したフォーマット。こちらの h 2 6 5 h e v c 4 2 2 1 0ビットこちらに対応したと。さらにこちら Apple の ProRes に対応したと。同じく キャノンのシネマローに対応したと。今回ですね、こちらの H265HEVC4220 ビット。こちらの素材と、こちらの Apple ProRes ププ。さらに、このキャノン、シネマローこの3つの素材については用意できたので、実際に取り込んで確認していきます。さらに、その下ですね。こちらの XAVCHS。こちらについては、 素材を用意できなかったので説明を割愛します。さらにその下、こちらプロ式ファイルにですね、GoPro のシネマフォームを設定できるようになったと。こちらは設定の画面なので、後で説明します。さらにその下、こちらの音声ファイルですね。ALAC に対応。こちら Apple が提唱しているコーディックになります。 Apple 製品を持っている場合ですね、音声ファイルがですね、この ALAC になっている場合もあります。今回ですね、この新しくなった入力フォーマットについて解説していきます。そして、このソフトをですね、購入する際のポイントなんですけど、この画面上の上にですね、購入ってあります。こちらの TMPEG-ENCOUSARINGWORKS7、こちらをクリック。 ならですね、購入画面が開きます。で、ずっと見ていって、ここにですね、通常版、有体版、アップグレード版、特別アップグレード版ってあります。今回私が購入しているのは、こちらの真ん中の有体版になります。こちらを購入した理由はですね、古いバージョンのオーサリング6も使用できるのが、こちらの有体版になります。ずっと見ていって、 このメーカーのソフトをですね、何一つ持ってない方が初めて購入する場合は、こちらの通常版になります。値段が13,420円。有待版は1736円。私が購入したのはこちらになります。さらにもう一つ、こちらアップグレード版は8,052円。このようにですね、値段が違ってきます。値段は違いますけど、 ソフトの商品、製品そのものは全く同じものです。一切の違いはありません。ですので、今までオーサリングワークスを使用していて、今回ですね、7にアップグレードしたいっていう場合は、こちらの8052円のものを購入すれば、7にアップグレードできます。ただし、こちらの8052円の場合は、古いバージョンのオーサリング6は使用できなくなります。それに対して、 古いバージョンのオーサーリングワークス6も使用したい場合は、こちらの有体版の少し高い方ですね、こちらを購入すれば、古いバージョンと新しいバージョン両方使用できます。こういった違いがあるので、購入する際はですね、よく判断してからですね、購入すれば良いかと思います。はい。ではですね、今回の DMPEG Inc. オーサーリングワークス7について説明していきます。 まずはエクスプローラー開いて、今回の素材について説明します。今回、こちらのビデオホルダーの中にテスト動画っていうホルダーを作って、この中に素材をまとめています。はい、こちらですね。左から見ていきます。こちらですね。新しい入力フォーマットの ALAC の音楽ファイルになります。その隣が普通の WAV ファイルの音楽ファイル。そして、その隣ですね。009MP4。 こちらはですね、H265-420 の8ビットの素材になります。その隣ですね、拡張紙 CRM。こちらはキャノンのシネマローの素材になります。12ビットの素材になります。その隣、こちらはですね、H265-422 の10ビットの素材になります。そして一番右、こちらは Apple の ProRes。 拡張子 MOV の素材になります。こちらも422の10ビットの素材になります。この TMPGENC OTHERING WORKS 7、古いバージョンの TMPGENC OTHERING WORKS 6、さらに PowerDirector、Vegas Pro、これらのソフトも使って実際に見ていきます。ただですね、PowerDirector と Vegas Pro についてはですね、面白い結果になるんですけど、今回の動画では、 非常に長くなってしまうので、次回の動画で解説します。今回は、オーサリングワークス6とオーサリングワークス7で実際の素材をですね、確認していきます。はい。ではですね、こちらの素材を取り込んでいくんですけど、まずは古いバージョンの DMPEG エンクオーサリングワークス6で見ていきます。こちら、オーサリングワークス6。NTSC のブルーレイ。 新規プロジェクト。この画面表示されたらキャンセル。エクスプローラーから取り込んでいきます。まずはこちらの H265 の MP4。こちらをですね、そのままドラッグします。はい、この画面表示されたら OK をクリックと。はい、そうするとこちらですね、正常に取り込むことができたと。こちらですね、H265HEVCMP4。 420の8ビットになってます。では、その次ですね。こちらの H265、422の10ビット。こちらの素材をドラッグします。はい、そうするとですね、このように対応してないので取り込むことができないと。取り込みできないっていう内容になっている方もいます。では、その次、こちらの Apple ProRes。こちらをドラッグします。 はい、こちらもですね、同じように取り込むことができないと。その次、こちら、キャノンのシネマロー。こちらもドラッグします。はい、そうすると、このように取り込むことができないと。このようなエラー内容が表示されます。まあ、当然なんですけど、古いバージョンでは対応してないので、この3つは取り込むことができないと。では、こちらの音声についてですね、ALAC。 音声を取り込む場合ですね、こちらの BGM をクリックして、新しいレイヤーを作って、そこに取り込むと。こちらの ALAC を選択して開くをクリック。そうすると、このようにですね、対応してないので取り込むことができないと。こういったエラーの内容が表示されます。はい、このようにですね、新しい入力フォーマットに対応してないので、Orsaring Works 6では取り込むことができないと。 はい。ではですね。その次。tmpeg enc authoring works 7。こちらで確認していきます。同じように NTSC Blu-ray 新規プロジェクト。この画面開いたらキャンセル。では、まずこちらですね。H265 の4208ビット。こちらの素材をドラッグします。はい。そうするとですね。普通に取り込めると。その次。 ここちちら、こちら H.26510bit MP4、をドラッグします。はいそうすると取り込むことができたとではその次アップルのプロレスこちらをドラッグしますはいこれもですね正常に取り込むことができたとではその次こちらのキャノンシネマ w こちらドラッグします はい、そうするとですね、取り込むことができたと。一番下のキャノンのシネマローの映像についてはですね、無料でダウンロードできるサイトがあったので、そちらからですね、ダウンロードした素材になります。はい、こちらの画面ですね。はい、こちら見てもらうとですね、ストリーム形式ですね、キャノンローになってます。さらにカラーフォーマット12ビットになってます。一番下ですね、 キャノンシネマローーーレコダになってます。ではこちらですね。こちらも422の10ビット。下の方ですね。ストリーム形式 Apple ProRes になってます。その次こちらですね。はい、こちら見てもらうと、422の10ビット。ストリーム形式 H265HEVC。で、こちらですね。 こちらは普通の420の8ビット、H265 なので、大抵の動画編集ソフト等でもですね、取り込めるかと思います。はい、ではですね、こちらの ALAC の音楽ファイル、取り込めるか確認します。こちら選択して BGM。で、レイヤーを1個作って、こちらから取り込んでいくと。こちらの ALAC。 拡張子 M4A になります。こちらを選択して開くをクリック。はい、そうするとですね、下の方に波形が表示されて取り込まれたのが確認できるかと思います。OK をクリック。はい、このように新しくなった入力フォーマットに対応していると、これが TMPEG Authoring Works 7の一番の特徴ではないかと思います。はい、ではですね、最後に、 編集用のプロ式ファイル。新しくなったプロ式ファイル確認します。この画面上の環境設定。こちらの画面大きくします。はい、下の方ですね。編集用プロキシ設定。こちらをクリックするとですね。こういった画面が表示されて、ここにですね、GoPro Cinema Home 対応のプロ式ファイルの設定ができるようになってます。ここをクリックすると、 それ以外に Motion JPEG、普通の H264、そういったものも設定できます。今回新たに GoPro の Cinema Home、こちらが選択できるようになったと。これはただプロキシファイルなので、編集するときにですね、快適に動作するってことになります。はい、こちらがですね、新しくなった TMPEG e n c o u e r i n g w k s 7のプロキシ用のファイルの設定画面になるんですけど、 この画面ですね、実は大きく変わっています。一度キャンセルして、確認のためにですね、古いバージョン、こちらの DMPEG Inc. オーサリングワークスで企画します。こちらもですね、環境設定。そうすると、下の方にですね、ここに設定ファイルがあります。はい、この画面見てもらうとですね、先ほどと大きく異なっている方もいます。はい、左と右ですね。 比べてみるるとと大きな違いがかかいがわかか思ます。設定項目がですね、新しい方は増えているかと思います。古いバージョンの6の方ですね、こちら一番上のところをクリックしてもですね、GoPro ファイルとか H264、そういった設定もですね、そういった項目もありません。ですので、この部分については大きく変わっているかと思います。はい、以上が新しくなった TMPEGENC オーサ i リングワークス7の内容になります。 はい。先ほどの素材についてなんですけど、アップルのプロレ r キャノンのシネマロー、a Row、10bit の H265、そういったものをですね、直接取り込んで、テレビで見れるブルーレイを作成することができます。ただし、どんなに高画質であっても、ブルーレイの規格に収まるように設定されます。また、最近の iPhone13 Pro であれば、プロレ r で撮影できるんですけど、撮影した向きですね、 縦横比、縦向き、横向き、縦向きで撮影した場合はですね、このソフトで横向きにすることはできないので、そのあたりはですね、注意が必要かと思います。今回の解説は以上になります。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。